竹富自民昭和13年12月22日は、明治から昭和にかけての政治家。第一次、大熊内閣初期官庁、第二次、大熊内閣停心大臣及び、大倉大臣、佐賀藩出身。陽名は、元吉郎。唇同等号した。竹富自民佐賀藩氏、竹富吉吉吉吉の長男として、佐賀に生まれる。明治維新後、一旦上京して、 英学を学ぶが、後に帰郷して、独学の後に塾を開く。佐賀の乱に参加する者の,の、首謀者ではなかったために、無罪方面となった。その後、再び上京して、大学南校で学んだ。添島種尾と出会い、明治15年の九州会新党の結成に参加し、日前に一総相明治16年佐賀県会議員に当選する、副議長を経て、 明治18年議長となった。他に佐賀郡長などを務めた。明治23年の第1回衆議院議員総選挙で佐賀県第1区において初当選し自由党の最高に参加する。次の第2回衆議院議員総選挙では政府による選挙干渉によって落選するも第3回衆議院議員総選挙以後は12回連続当選の記録を築いた。 後に自由党内の内紛から明治27年の立憲革新党結成に参加。後に立憲改新党を中心とする新歩党へと合流する。明治29年、松熊内閣で政治任用によって当人として初めての官僚となる。明治30年の政府と新歩党の協調の結果、農商務省商工局長、同省商,商務局長、 ついで大倉省直任参事官を歴任。明治31年の第一次大熊内閣では、これまた当人としては、初の内閣初期官庁を務めた。当時の政党政治家では、珍しい財政通りとしておもんじられ、県政党分裂後の県政本党、立憲国民党の養殖を務めた。ところが、犬飼武との対立から大正二年に、桂太郎の要請にこして、 国民党を分裂させて、かつらの新党である立憲党司会に合流させ、避難を浴びる。その後、第二次大熊内閣では、定心大臣として入閣、その後の改造で大倉大臣に転じる。簡易生命保険の創設や、減債基金設置問題をめぐる、貴族院との交渉に尽力した。大正5年に、県政会が結成されると総務に就任。 大正13年に貴族院議員に直線されるが、以後も県政会及びその更新の立憲民政党の後見人的存在であり続けた。1927年の民政党発足時には、若月玲次郎、常並武次郎らと並んで党顧問に就任している。異界勲章党、ありがとうございます。